もうあとはですね、聞かれた通りに答えていくだけなんですけれども、こちら、フィルムでそのままに、金額ですね、名前はそのままにしておきますね。集計方法をこちら見ていただくと、データの個数ですとか、データが何個入っているかですとか、あとは平均ですとか、最大最小、いろいろなものをこちらから選ぶことができます。ちょっとこのまま合計にしておきます。あとは変更できるのがオプションというところです。オプションボタンございますので、こちらでクリックをしてください。そうするとですね、ここにまた計算の種類というのが出てくるんです。下のところですね。ここから選ぶことができます。で今回は、パーセンテージを出していきたいですね。比率を確認していきたいので、強方向の比率ということで選択して、あとは OK、クリックするだけです。あ、失礼しました。列、失礼しました。これだと、地区ごとになってしまいますね。列の方ですね。大変失礼しました。列方向に、クリックしていただくと 100%、 4月の、売上 100% とすると、それぞれの地区が何パーセントで、売上があったかというのを確認することができます。こちらの集計方法については今の画面からすべて変更ができますので、平均を出したいですとか、そういったところにも使っていくことが可能です。あとは実際に、このままで印刷するのもちょっと味気ないなという場合には、あとちょっと項目がですね、分かりにくかったりする場合には、こちらのですね、ついているラベルの名前は変えることができます。エリアの見出し名の変更ということでご案内しているんですが、ホームページの下の方ですね、ちょうどこれ、日付に今なっているんですけれども、日付ではなくて、売上月ごとの集計ですよということで変更してみます。4ページの下の方ですね。やはりですね、フィールドの設定のところからできます。選択をしておく必要があるんですけど、フィールドの設定にしていただくと名前を変更することができますので、今回はこちら売上月に変更していきます。あとはこれで OK をクリックすると、こちらについてですね、内容も変わってきますので、例えば変えたい場合ですね、今ちょっとこちらのピボットテーブルツールバーの方からやったんですけど、ダブルクリックでもそのまま出てきますので、ダブルクリックしていただいて、フィールドのです、ね、名前変えることもできますので、それに合わせて確認してみてください。あとはですね、今のような形で、変更していただくことと移動ができますよということになってきますので、シート2ということで今新しく作っているんですけども、このまま印刷して、他にも書き込みなどはできますので、印刷をしていただいて書類として出すことも可能です。